そうだよ。私たち別に急いで来たわけじゃないんだから。だったら誰も踏んでない場所を選んで歩いたのは失敗だったんじゃないかしら。あれがなければもう少し早く来れたと思うけど。負けだね。それで今日はどうするの？海老原さん滑れるようになったのよね。昨日でなんとか。初心者コースなら大丈夫だよ。まあ、余計なことを言わなくていいのに。海老原さんの練習を見てたの？上達したのかしらね、海老原さんは。さあ、これじゃあ苦労するわね、海老原さんも。あんまり気にしないで。
リフトに行くよ。だいぶ上手くなってきたんじゃない？スノーボード。ええ、いかにも滑ってるボードの上に乗ってますって感じがなくなってるわ。だんだん自分の滑りになってるみたい。そろそろ一番上からでも滑れるんじゃないかしら。だから一回くらいは滑ってみるのもいいと思うけど。じゃあ決心がついたら教えてね。だって誰かと一緒にいるときっていっつも女の人といるような気がするんだもん。別に照れることもないんじゃない？なんかつまんない反応。もっと慌てるかと思ったのに。なんだ、てっきり誰かが恋人さんなのかと思ったのに。厳しい学園生活を送ってるんだ。うん、まともな意見が聞けると思ってなかったから驚いてただけ。何？ご心配なく、あなた以外にはきちんと使ってますから。
昼ご飯も食べてないし。私もお腹が空きました。うん、それに賛成。私も。そうね、これだけ滑れば今日はもう十分。丈夫？ねえ、ねえ、大丈夫？大丈夫？急にしゃがみ込んじゃったからびっくりしたよ。いきなり返事もしなくなったら誰だって心配するでしょ。ええ、たっぷり1分以上返事がなかったわよ。そんな、さっきまで晴れてたのに。あんまり無理しない方がいいわよ。お大事に。参った参った。急に振り出すんだもんな。あら、寝てるのか？
じゃあ、邪魔すんのもあれか。私のこと思い出したって言ってたでしょ。でも全部じゃない。何もしてないよ。したのは多分私の方。大丈夫だよ、きっと思い出せるから。じゃあ私部屋に戻るね。思い出せばわかるよ。また後でね。なんだ、そんなにひどかったのか、その耳鳴り。それにしたってだいぶ心配してたみたいだぜ、エビハラとか。そうだな、そうした方がいいだろう。あれだな、海老原に高荷と一年の新倉さんか。ずいぶん羨ましい状況で滑ってたんだな。そうなんだよな、同じ場所にいたんだから普通は会ってそうなもんなのに。今日はクラスのみんなで遊んでたけど。
びっくりしたよね。今からお風呂？じゃあ上がった後少しゲームでもして遊ばない？うん、食堂の脇のところにいくつか置いてあるんだよ。もう朝だよ。
そんなことないわよ。むしろ海老原さんの時間の正確さには私の方が助けられているくらいだから。